い YouTube チャンネル、まめです。高橋です。ねえ、はい、はい、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。本日もお願いします。急に鼻むずむずしてきちゃった。いやー、花粉症もう終わったのでは、なんでしょうね、むずむずしちゃうわ。はい、というわけで、はい、お、今週1週間、はい、高橋さん、うん、まあ、YouTube だね。ウィうん、うん、どうぞ。うん、なんか結構どもったっすけど大丈夫ですか、まめさん。お疲れ様です。YouTube のなんか1週間の振り返りとか、うん、お願いしますとかって何が。なんかだんだんあの扱いが雑になってきた気がする。そんなことないよ。若子もやった。今週、まあ、先週今週で、うんうん、あのヒカキンさんがおあれ、ね、ブランドを立ち上げてヒカキンプレミアム。イエス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 。難しい英語。イエスイエスイエス。何が？で、うん、そのなんか発売前から、うん、あのこの日に発売するよってヒカキンさんが動画で言ってて、うんうん、これは食べないと思って、で初日に近屋さんと買いに行って、うん、であのセブンイレブンさんの店員さんに、うん、なんかこれめっちゃ味噌菌ってやつがめっちゃ今日出るんですけど、うん、なんでですかって聞かれて、あ、そうなんや。いや、これはですねって言って、ヒカキンさんが、うん、ラーメン好きなヒカキンさんが一生懸命1年かけて作ったラーメンでみたいな、あの熱めじてきた、はい、セブンイレブンさんの店員さんに、ね、そうそうそう、食い気味でこんなことでみたいな、そう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 、おーって言うしかない。そう、そうなんですねって言ってて、そうなんですよ、なので一応試食品になるんじゃないかとって言って、お客さんなんですけど、あの熱弁してきて、カップラーメンとそのラーメン2つとあの飯を、おお、お飯の方ね、そう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 、一個買ってきたんですよ。あのさ、私めっちゃ気になってて、めっちゃ食べたかったんですけど、なんかすぐにね、品薄になっちゃってね、もう今手に入らないもんね。うん、本当に貴重なお品を、そう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 、ゲットしてきて、うん、そう結構積んであったんですけど、そうなんや、ちょっとあの遠慮して、ラーメン2つとご飯1個みたいな、控えめにしちゃったんだね、控えめにしちゃった。なんか人気ってね、うん、セブンイレブンさんの店員さんがおっしゃってたから、あまりなくなってもなと思って、うん、でも遠慮しちゃった。もうちょっと食べたかった。初日からめっちゃ出たんよね。うん、なんか、ね、その2日後とかにセブンイレブンさんとかにまだありますかって電話したら、うん、もう初日でもう夜でなくなっちゃったって。1日目で、そう、で昨日私セブン寄ったんですよ。うんうんうん、ほんならもうあの入り口バーンって入ったとこに、うん、あの立て札っていうか、うんうん、看板置いてあって、うん、もうあの売り切れました、すいませんって書いてあるの、こんなん書いてあんねやと思ってびっくりした。よっぽどなんか問い合わせとかが多いかなと思って、うん、なんか電話した時もセブンイレブンさんが、うん、あの鈴鹿のセブンイレブンは多分どこもないかもしれませんっていうくらい多分問い合わせがあったんだと思います。すごいね。でなんかうちマックスで入れたんですけど、うん、その日の夜なくなっちゃってとかっていうとこもあって、あらーと思って、すごいね、うん、初日に買いに行ってくださってありがとうございます。とんでもございません。めっちゃ美味しかったっすよ。でも美味しかったね、うんうん、私もいただきました、ね、そう、もう動画が上がってるので、うんうんうん、あ、ありがとうございます。近江さんに編集していただいて、うん、ありがとうございます。で3人でわけわけして、ね、いただきました。嬉しい、嬉しかった、本当に。やばい、めっちゃ美味しいこれと思って、めっちゃ美味しかったね、うんうん、あのすごい食べやすくって、うん、
言ってちょっと。え？え？そう、そう、めっちゃさ食べやすくって、うんうん、あのズルズルが止まらんだ。なんかあのスープと麺をこう一緒に食べたくなって、それで食べるからすぐになくなってしまうっていう。うん、ね、うん。あれなんかすごい不思議やった。うん、本当にあの止まらんの。なんでやったんでしょうね。ね、なんかその、うん、YouTube ショートでも、うん、あの食べたんですけど、うん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 、あの結構大きめじゃないですか、みずきん自体。ボリューミーでしたね。うん、もうあのものの数分でなくなりました。しかもあの5分待つタイプやったやん。うんうんうん、麺もしっかりしとったし、うん、だけど本当に一瞬でねなくなっていたんだね。取り合いになるっていう感じで。そうそう。私や私やって言って。あかん。さっき食べたらあかんって言って。嫌われるみたいな。ああって言って。っていうぐらい、うん、あのそうそうそう、食べやすかった、すごい。よかったね。うん、一回食べたいですね。食べたいな。もうないんだよね。食べたい。ないと思うともう一つ食べたくなるんだよね。私やっぱりね。うん、うん、みそきんいただきました。うん、はい、めっちゃ美味しかったっす。出すな。出す。はんって言ってる。はん。あとは、うん、YouTube、あとは、うん、そのもう一個 YouTube で、うん、昼過ぎとかに、平日昼過ぎとかに、うん、あのゲームのライブ配信をさせていただいてるんですけど、うん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 、そこにその、前にエペモバ、エペックスモバイルとかで一緒にあのゲーム参加型させていただいた時に遊びに来てくださった方が、うん、よーっつって遊びに来てくださって、うん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 、でその方がこれを踊ってみてっていうリクエストをいただきまして、でその方が海外の方なんですけど、あの、うん、英語がちょっと伝わらないので何とも言えないんですけど、人のことはこの曲踊ってみてって英語であの入れてくださって、で、うんうんうん、調べてみるわって言って、で調べた曲をマメさんとちかやさんに踊っていただきまして、そうでしたね。インドの映画の、うん、映画だったかな、そう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 、あれ映画ない、映画なのかな、うん、なんか英語が拙くて知りきれてないんですけど、インドの曲っていうのは間違いないです。うんうん、なんかね曲がね、うん、今まであんま踊ったことがないような曲で。うんうん、楽しかったっす。なんか元々の、タムタムダンスっていうんですかね、ちょっと、うん、私が読み切れないんですけど、 TUMTUM でタムタムなのかな、最初ツムツムって言ってかわいいって言ってマメさんがずっとツム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 って言ってて、ツムツムん？みたいな、タムタムツムツム、うん、どっちやろ、どっちみたいな。どっちにしても可愛い名前だなと思って言ってて、うんうん、それはあの夜な夜な3日ぐらいかけて、うん、練習してもらって、そうなんですよ、踊ってもらうっていう。なんかね、今まで踊ったことがないこう感じのダンスだったので、うん、私よりにとっては、うん、足がね、うん、分からんかって、どうしていいか、結構足さばきが大変そうでしたよね。なんかね、うん、あの足と手がバラバラになっちゃって、どうしたらいいっすかって。1日2日目ぐらいは足おかしかったんですよ。なんかへん、なんかへん、なんかへん。またあの、ちかよさん、ちょっとかっこよく。そうそう、私またダサいって言われたと思う。なんか4000人の動画のなんかデジャブが聞こえてきた。先生、私ダサいどうしたらいいみたいな。なんだかみたいな。あのリクエストをしてくださった方はあの、うん、マメさん指定だったので、なんとありがとうございます。ちょっとあの3日ほど練習しました。最初偉いことでしたもん。最初めちゃがにまたいなって、これは絶対違うみたいな、成長過程を見てみたい気がする。で3日目ぐらいに、あ、ちょっと足が、あの、昨日と違うって言ってもらって、本当ですかみたいな。
ちょっと一部始終をちょっと動画回しとけばよかったっす。いや、ちょっとお見せできないわ、本当に。そうそう、あのね、踊らせていただきましたね。あのリクエストいただいて本当にありがとうございます。面白かったでも本当に。ユウも踊ってみる？またそういう振りをする？わ？でもあの動画自体本当に YouTube のショートで単品で1億再生とか言ってて、すーごーと思って、すーごー、億みたいな、億ですか、何千万じゃなくて億って思って、そう、これはぜひマメさんとちかやさんにと思って、めちゃめちゃ回ってるんですね、うん、マメさんご指定でしたから、ありがとうございます。マメちゃんって入ってきて、マメちゃんどこですかって彼女はお仕事に行っておりますってお返事しときました。今までしばかりになったけど大丈夫、かわいい選択に、英語が伝わってですね、それが限界でした私の。シーズワーキングとかっていうのが精一杯でした。おうって言われたんです。あのダンスのリクエストの話になって、なるほどね、そう、その前に、うん、その、あ、あかん、出てこやんかった。何やろ、私も出てこやんの。あの、ちかやさんと一緒に、うん、TikTok でも回ってるダンス？どれ？チャカポコ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 、出てこー、何やろ、どんな振り？どんな振り？こんな振り？あの二人であの肩組んで踊ってた。なんとなく？いや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 。ちょうど忘れてる。なんでや？さっきまで話してたのに。なんで？まさかそれと思わなかったよ。それを見て、うん、踊ってるねみたいな話になって、その話題から、うん、これも踊ってみてほしいっていう、あら、見てくださってるんですね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、っていう話の流れだったはずです。あ、そうです、英語が伝わらないので何とも言えないんですけど、やばい、しばかりになってます。She's working。絶対日本語、日本語ちゃう、英語違う。違うかな、足分からないけど、当てないのか。カーナさん、英語お願いします。ありがとうございます、はい、一生懸命頑張っていただいて、どうにかこうにか、あの、調べてみるって言ってライブ配信中にゲームしながら。なるほどね、え、見ていただいたんかな、その踊ったやつは。多分コメント入ってきてくださったので、多分見てくださっているんじゃないかなと思います。うん、ありがとうございます。よかったです。怖い。ね、ちょっとね、いろんなダンス踊ってね、うん、楽しんでいただけるように頑張りたいなと。そうだね。また次の1週間も頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな締め方？あ、で忘れすぎやって。なーっとなーっと。なーっとな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 っと。私もからないよ。でもあれも本当にこう耳に残りますよね。残る。うん、なんて言ったのか全然わからないよね。うんうんうん。またズルーって聞こえてる。ずっと言ってる。替え歌選手権になっちゃう。聞こえるよ。でも本当にあの空耳アワーじゃないけど、そう聞こえるんですよね。そう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 。もうそれにしか聞こえなくなっちゃう。そう間違いない。絶対的に違うんやけど、発音ができないから、もうそれにしか聞こえなくなってしまう。そうなんよ。不思議よね。空耳アワーってでも完全に。全然意味わからない。でも本当になんか残るんですよね。めっちゃ残るあれ。うん、もうなんかこうずっとこう見ちゃう見ちゃうのが分かる気がする。うん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 、
あのダンスもね、なんかね、うん、独特やもんね。うん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 。本当にこれ踊ってるのぐらいなんか完璧にバチバチに踊ってるから。あのなんか早送りかなんかしたとか。そう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 。と思って。違うね、うん、でも後ろの人が普通にというか動いてたりするから、うん、違う、いや構成違う、うん、みたいな。そうやった、うん、普通速でした、びっくりしました。通常速度で、そうなんやって、うん、衝撃でしたね。油断でした。しめたちょんかい。おかわりあった。そうね、ついついあまりにも踊りすぎてて結構5分ぐらい、え5本6本結構踊ったよ。踊りましたよね、うん、今日も踊ったし。ちょっとあのフレッシュな状態。そうそう、今日も踊ったしね。はあ、そんな感じです。筋肉痛で練習した回が本当良かったですわ。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またねー。